はい、どうも、ふめりょうです。今回ですけど、ジェダイルークスキル2で、過去最高新記録が出まして、1万3000枚超えました。えぐない。めちゃめちゃ強いんだけど。はい、ということで、アホみたいにタイムボムが出ました。はい、でもね、ミスってるところはめちゃくちゃあってですね、フィーバーイン調整忘れてたりとか、あとは5回切りになっちゃったりとかっていうのはまあ多々あったんですけど、まあそれでも1万3000枚いってしまったというね、えぐい記録が出たんで、まあちょっとね、動画にしております。はい、でまあスキルマーとかスキル、まあスキル4、5とかと比較して、まあやっぱりスキルループがしにくいのと、まあ、あとはやっぱりこの1回の消去がまあちょっとね、少ないんで、まあスキルがね、まあなかなか回らないかなというところなんですけど、まあこういう時に、まあいかにスキルゲージ繰り越しできるかとか、今のここもさ、あのフィーバー突がね、あんま良くなかったっすね。多分あれね、待っておいて、スキルゲージ繰り越しして発動した方が圧倒的にね、多分効率がいいと思うんで。時間ロスなくいけたと思うので、多分そういうところかなと思います。でスキル3、あスキル2か、スキル2だとね、まあ、大体20どんぐらい ?2、3ぐらい、うまく消去して22、3、一番うまくいくと多分24とかいけるんかな、第一の話でも。はい、っていう、まあ、消去数なんですけど、まあそこをね目指して6回とか、まあ5回なぞると。初手の斜め切りはまあスキル1でもスキル6でも消去数は変わらないで、はい、という感じですね。いや強いよね、えぐない。にしてもタイムボム出るな。ほんとタイムボム出たんですよね、チェーンで。これはもう奇跡ですね。こんなタイムボム出ることめったにないと思うんでね、だいぶ救われてるっす。ここもちゃんとタイムボム出てます。やば。繰り越ししつつのタイムボムはね、えぐいっすよね。皆さんね、ジェダイルークスキルレベルなんかどうなんかちょっとわからないですけど、皆さんジェダイルークでどれぐらい稼げるかとかね、ぜひコメントで教えてください。スキルにマジでこれそんな稼げてるんかっていうぐらいね、稼げたんで。でも54のみでもね、平均7000とかいけます、集中してやればね。はい、7000、8000ぐらいいけるっすね。なんでまあそのジェダイルーク、そう、使い込みをねすればですね、まあ、そこまで全然伸ばせるんで、ちょっとねジェダイルーク使ってる方はぜひね頑張って練習してみてください。いや今のもったいなかったね。いい、この時点でさ、ペース的にはもう1万5000枚ぐらいだったんですけど、本当に後半ミスって、あとね、なんだっけ、最後ね、そう、フィーバー調整ミスって、フィーバー入れなかったっていうのもあったんで、そこなければ多分1万5000ぐらいいけてた可能性はね、1万5000、まあ1万4000はいけてたかなっていう感じは、まあしましたけど。いや強いね。いやここもったいなかったね。ここマジでもったいなかった。うん、っていう感じでですね、まあジェダイルークはね基本的に3階セレボでしか登場しないんで、まあ次回来るとしたらもう来年の、3階セレボになると思いますので、まあこのジェダイルークですね、まあ実はスキル2からめちゃくちゃ強いんで、ぜひ
あの3階にセレボの時に確保してください。ちなみにスキル1はねかなりきつくて、自分使ってどうだろう、5000とかかな、平均すると多分4000とかだった気がするんですけど、そうまあ行って5000とか6000ぐらいですね、うまくいってそれぐらいの性能なんですけど、スキル2になると、まあ、かなり急成長します。はい、なので、まあ、最低2までは確保しておくとねかなりいいんじゃないかなと思います。まあ、ジェダイルークはね全然スキルチケットですね、まあぶち込んでいいツムになりますので、まあ、このツム好きとか、これから練習したいという方はですね、もうどんどんスキチケぶち込んでいいかなと思います。いや強いね、スキル2の性能とはマジで思えないね。さあこれで1万2000枚ですかね。で最後ねルビー使ったんですけど、まあ、それがちょっとねミスっちゃいましたよねっていうねマジでミスったんですよね、これもったいなかったなと思って。でもちゃんとタイムボム出てくれて14秒あるんで、まあ PVE は余裕かなと思ってやってたらね、もう完全にしくじりましたね。ここをね使わなきゃよかったんです自分で。ここを使ってしまってですね、でここオーマイガーって感じで終わってしまいました。で絶対1万4000いったってよねこれ。はいっていう感じで、まあちょっと最後ねショックな、ちょっと下手くそすぎてすげえ泣いたんですけど、最高記録出たんで動画にさせていただきました。いやめちゃめちゃ強いね。はい強っ。はいということでね、今回はジェダイルークのスキルに使っていきましたけども、まあ皆さんもね、ぜひ使ってみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、コメントの方もねぜひよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。